ちょっと牧場の様子を見ねえか。目的地に着いたわよ。こたびも刺激的な旅であった。雰囲気が変わった。油断するな。なかなか面白い技を持ってるんだな。助かったよ。
早速お役に立てて何よりだ。おや、どうした。どうやら思わぬ収穫のようだ。なんだそのガラクタ。ガラクタとはご挨拶だ。このような造形今までに見たことがない。リメル、気になるのか。あれ、古いダナの遺物じゃないかな。レナが攻めてきたせいで消えてしまったたくさんのもののその名残。それをレナの私が手にしている。君にしてみれば不本意か。別に、ただレナでもなきゃかまけてる贅沢許されないってだけ。ティオハリムも興味があるのか。惹かれると言った方がいいだろうな。作ったものの思い、辿った歴史、それを感じさせるものが好きでね。だがレナにはそうした古いものがあまり残っていないのだ。何が面白いんだか俺にはさっぱりだ。どうして。私たちの文化の遺産なんだよ。んなこと言われたってよ。これが何の役に立つってわけでもないだろ。そうでもない。こうして手にしていると、遥か過ぎ去りし古代への思いに胸が熱くなる。そういうものか。まあダナの遺産らしいし、粗末にはしないでくれよ。言われるまでもない。なんと甘美な響きか。そうですか。しばらく見通しが悪い道を続く。不意打ちに気をつけたまえ。やけに詳しいな。鶴戸なのにこんなとこまで出歩いたりするのか。一人になりたいと。散歩がてらにね。何も言わずにいなくなるのはやめていただきたかったんです。あっさり勝てたな。俺たちは強くなりすぎたのかもしれない。いいことだろう。乗ってこいよ。坂ばっかり、足に豆できそう。山の道だからな。慣れてないときついはずだ。そういうキサラは慣れっこなの。ああ。ルルルは隠れてて。もうこれすぎだろ。俺行くよ。熱水を立てる。さらに戻って。俺たちが落ちるぞ。この調子で行くぞ。カミーはこっちを頼めるか。行けるぞ。余裕の勝利だね。
しないわよ。あとまいつは出ない。あとまいつは出ない。決めてやる。倒れろ。もう一発。あいつは危ない。倒したぞ。小物に時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。足止めは任せたまえ。ああ、拳を温めるぜ。どうしたよ。スライダー入って魔人戦闘が止め。これで新しい武器作れないかな。これいい装備かも。戦いが楽になるといいな。ここにもタナの遺跡だ。ったく。昔の人は何考えてこんなとこに作ったんだ。昔の人の方が邪魔よ。止まる。止まる。終わりだ。もう倒したのか。お前の分も引き受けるか。冗談。小物に時間はかけてられないわ。ああ、決めた。存分に力を振るいなさい。これがあれば武器を作れそうだ。ちょっとした強豪軍だな。安心した。突破するぞ。火力。ウッドラッシュ。ゴーハザ。俺たちが押してるぞ。この調子でいい。決めて。よっしゃ、分かっとけ。誰に向かう。行くぞ。崩したよ。くれ。これがあれば武器を作れそうだ。昔の家か何か。問題なさそうな相手に止まれたか。さらに後半戦。あったまれ。魔人戦闘が。うえっ、やったまれ。これで引き止め。この素材武器に使えそうね。でもなかったな。これぐらいの相手なら問題ないな。
決しないのに近づかれたくないか。同意。決めた。さて、今日の献立はどうするか。もう終わったのか。春の野で仰ぎ見るなりメナンシア。何を見るの。言わぬが花というものよ。容赦しないわよ。決めてやる。あっちこそめ。終わり。そんなこと。あっちこそめ。宿って俺たちが追ってるぞ。この調子で行くぞ。やった。習っとけ。次はこっちを手伝うぞ。ありがとう、お願い。行けぞ。ここに時間はかけてられないわ。ああ、どんどん倒すぞ。存分に力を振るいなさい。楽をさせてもらった。デュオハリムとどう向き合うかを考えているのか。そのことだが、やはりこれまでのように接しようと思う。あ、いや、家来として使えるという意味ではない。あの人を一人の仲間として考えた上での話だ。私はずっと誰かを守ることを務めとしてきた。だが仲間もまた守り支え合うものだろう。結果的にやることは同じ。あんたがそれで納得してるなら口出すことじゃないが。お前たちとどう付き合っていくかについても考えていた。俺たちと。私のこの旅の目的はメナンシアの外敵を取り除くこと。そして外の世界で得た知見を持ち帰り役立てることだ。そのために仲間に加えてくれたのは感謝しているが、私から何がしてやれるだろうかと思ってな。別に気にしなくていいさ。戦いでも助けられているしな。いや、それでは私が一方的に。うんと、悪い。なんか妙に腹が減っちまってさ。そういえば、
お前たちは野外での食事はどうしているのだ？どうって適当に手に入ったものを食べてるぜ。俺は肉さえ食えれば文句ねえけど。好きなものを食べられるのは幸せなことだ。だがそればかりでは体に良くないぞ。なあ、野菜も食えって。当たり前じゃない。なるほど、偏ってるのだな。まあ好きなものを食べがちではあるかな。わかった。お前たちが健康でいられるよう私が面倒見よう。こう見えても料理の心得はある。だってよかったね、ロウ。何か？いや、あんたの方は何か思うところはあったかと思っただけさ。彼女のためには良いことだ。そういうことじゃなくて、あんた自身の話だ。私の？まさか料理の腕を当てにはしていまい。レナってこんなのばっかり。リンガル、それは心配せずとも戦力としては存分に働くつもりだ。レナの同胞が相手だろうと手を抜くつもりはない。別に疑ってなんかない。ただ一緒に行動する以上、互いのことをよく知っておくに越したことはないだろう。あまり期待しないでもらいたい。己自身のことさえ往々にしてわからないものなのだから。みんな、ちょっと待ってくれ。どうした？まだ行けるぜ。鎧が重いんだ。少し休みたい。わかった。私もそろそろ休憩したいと思っていたところだ。なんだ、貴様まで。こんなところで道草を食ってる暇はないわ。ミハグサールの主婦、ニズまで休まず進むべきよ。誰が倒れても、他のものを煩わせることになる。ましてお前の場合、運べるのはアルフェンだけだ。休めるときに休むといい。な、ああもう、俺が休みたいんだ。それでいいだろう。余計な気遣いは迷惑よ。迷惑って、あのな、俺は別に。探したぞ。お前は、あいつ何者だ？探したと言ったな。俺のことか。うましき命。何？求めるはそれのみ。なぜだ？なぜ戦う？お前は誰なんだ？何なんだ？お前は！こいつ、普通じゃないよ。なんという動きだ。ウルドも凌駕するっていうの？アクタドメの画力は俺の真骨だ。アクタドメ、アプリカの力で、ライキン、私に任せて。天雷の裁き、アジアクラ、任せたまえ。止めて、リュアテージ撃ち止め、炎を巻き込め、アジの剣、炎を倒れろ！崩れた！ここで決めてやる！レンガだ！火の手を打つよ！ラッキー！ラッキー！ラッキー！
おい、シオン！アルフ…シオン！掴む力が強いわ。あ、すまない。大丈夫、大丈夫だから。なんとか急所外れたみたい。急所って、そんな、どう見たってさっきは。本当に大丈夫だから。なんであんな無茶をしたんだ。あなただって私をかばおうとしたでしょ。俺には剣がある。お前は違う。違わないわ。それに私は、うん、何でもないわ。ただありがとう。俺は何も。まあいいさ、無事ならそれで。アルフェン。いや、ねえ、あいつまた来るとか言ってたし、とりあえずここを離れた方が良くない？それが賢明だな、シオン。本当に大丈夫か？シオン、本当に傷は大丈夫なのか？ええ、治癒術もかけたし、傷跡も残ってないわ。けど剣があんなに深く刺さって。本当に大丈夫よ。それとも幽霊にでも見える？いや、そんなことはないが。心配してくれるのはありがたいけど、本当大丈夫だから。シオンが刺された時、妙な光が生じたな。敵はそれを見て退いたようにも見えた。アルフェン、あれは何だったのだ？光？わからない。俺はただ無我夢中で。
考えてみれば炎の剣のことといい、何者なのだ君は。リンウェルのようなダナの精霊術使いなのか。アルフェンは記憶がないんですよ、ティオハリム。それに今はここを離れるのが先決です。そうだったな、失敬した。ミハグサールの主婦ニズはもうすぐだ。運が良ければシオンもそこで休めるだろう。なあ、本当にここなのか。荒れ放題じゃないか。ミハグサールの主婦ニーズ、そのはずだ。まるで人気がありませんね、建物も。ああ、人が住んでいる気配が感じられない。兵士、ダナ人、どちらも姿が見えないな。作りから察するにレナ人の区画のようではあるが。ねえ、縄文に描かれていた絵、あれ漆黒の翼の紋章だよ。ダナの昔話、フクロウと松明で悪い王様を退治する勇者の、その勇者の紋章だった、間違いないよ。ダナの、そんなものが書いてあるってことは、つまり、もうこの町はレナに支配されていないってことだ。自力でスルドを倒したというのか。にわかに信じがたいが、この町の様子とは符合しているな。誰かいないか探してみよう。何があったのか聞けるかもしれない。ひどい相様だな。本当に誰もいないのか。囲まれているようだな。何者だ、どこから来た。誰だ、姿を見せろ。訪ねているのはこちらだ。おかしな真似はするな。こっちはお前たちを吹っ飛ばすことだってできるんだ。アルフェン。俺はアルフェン、カラグリアから来た。アルフェン、炎の剣のアルフェンか。随分有名だな。これがその証だ。それとも家の一つも焼き払わないと納得しないのか。分かった、それには及ばん。漆黒の翼のバイフォンだ。いきなり落としたりしてすまなかった。だが今は敵の残党を警戒しているところでな。誰もがピリピリしている。どうか勘弁してもらいたい。
残党？それじゃあ本当にあんたたちだけでスルドを倒したのか？ああ、奴らの武器を大量に奪えたのが大きかった。あなたがここのダナの長なのか？いや、俺はただの指揮官の一人だ。狩猟はデダイム、会いたいなら案内しよう。ただ噂には聞いていたが、本当にレナを連れているんだな。わかるだろう、我々はやっとの思いでレナとの戦いに勝利を収めたところなんだ。誰もが連中に敵意を抱いてる。デダイムはその最たる部類だ。どこかで待たせておいた方がいい。そんなことはできない。それにバラバラになる方がむしろ危ないと思うよ。忠告はしたぞ。我々の本部はそこだ。私は別に構わなかったのだがな。あなた一人の問題ではないでしょう。確かに。戦いに勝ってもそれで終わりじゃないって。ああ、ここもいろいろありそうだ。お前がアルフェンか。思ったより細いな。ふん、鎧でかさ上げしてるってとこか。他でどれだけの活躍をしてきたにせよ、ここではこの俺デダイムが仕切っている。勝手な真似は許さん。覚えておけ。それにしても女や子供が一緒とはな。他領のスルドはよほど軟弱だったらしいな。なんだ、会うなり随分感じ悪いじゃねえか。ガキが出しゃばるな。親のしつけが足りないのか。だと。それじゃああんたがここのスルドを倒したのか。一体どうやったんだ。奴らの爆薬を奪って取り巻きごと吹き飛ばしてやったのよ。そんなものを使ってダナ側にも被害が出たりはしなかったのか。価値ある犠牲だ。スルドを仕留める絶好の機会だったからな。それでそのスルドはどうなったのだ。残念ながら仕留め損ねた。だが淡くって逃げ出しやがった。逃げた？スルドは？ああ、とんだ腰抜けよ。巨星の顔をひっぺがされて今頃どこかで震えてるに違いない。だって皆さん、どこにいようと必ず引きずり出して報いを受けさせてやる。やめておきなさい。鋭い力を甘く見ない方がいい。黙ってろ光目。お前がまだ息をしていられるのはそこの炎の剣に免じてのことだ。あなたの戦いはここの奴隷を解放するためのものでしょう。それを黙れと言ったぞ女。仮にもダナのために戦う男がなぜこんな奴らを連れている。なぜさっさと殺さない。殺すために連れているんじゃない。じゃあなんだ、見せ物にでもするのか。仲間だからだ。バカな、レナはレナだ。300年間俺たちの血をすすり続けてきた奴らだ。それとも貴様まさかその女がお気に入りなのか。てめえ何しやがれ。よせデダイム、今のはいくらなんでもお前が悪い。ふん、とっととこの国から失せろ変節者め。この国は俺たちダナのものだ。
俺が統治し、俺が導く。この漆黒の翼のデダイムが。おう、デダイム。解放者デダイム。この国の指導者はアンタだ。光目なんか怖くはない。俺にかかれば全土のレナ人を追い出すのも時間の問題だ。漆黒の翼、漆黒の翼。おい、あんたら。だから言ったろ、レナの仲間は置いてけと。そういうあんたは大丈夫なのか。あまり穏やかじゃなさそうだったな。何、いつものことだ。あいつが怒鳴る、俺がなだめる。お察しするよ。それでまだ何か用があるのか。いや、デダイムに代わって一言詫びようと思ってな。へえ、義理がたいんだな、おっさん。デダイムも昔からああだったわけじゃないんだ。だがレナ相手に何人もの仲間を失うたびにな。挙句があの鋭のごとき態度とは皮肉なことだな。ねえおじさん、ここの鋭はまだ逃げたままなんだよね。目星とかないの？八方手を尽くしてはいるんだが、なかなかな。さっきエストルバの森が怪しいとは聞いたが。エストルバ。おい、まさか行く気か。デダイムは感謝なんかしないぞ。俺たちはデダイムのために戦っているわけじゃない。それにシオンが言った通り、スルドの力を甘く見ない方がいい。そこまで言うなら好きにすればいいが。あんたには迷惑はかけない。ただその前にどこか一休みできる場所はないか。それならこの通りの反対側の突き当たりの建物に行くといい。新しい住居の割り当てがまだ決まらない者向けの宿泊所になっている。俺たちが行っても大丈夫なのか。炎の剣の噂はもう広まっている。いきなり襲われたり拒まれたりすることはないだろうよ。じゃあ俺はそろそろ戻る。達者でな。なあおっさん、あんたはレナに恨みとかないのか。ないわけないだろう。ただそこの二人には殴られたことがないってだけだ。とりあえず宿泊所に行ってこれからどうするか考えよう。悩みがありそうな人を見かけました。旅は道連れ弱な。どうした？よし。のん？なあ。お！いいぞ。よし。確かに謎めいた文章だな。
何がなんだかさっぱりだ。適当にその辺探せばいいんじゃねえの。これってそれぞれが場所を示してるのかな。お前も興味津々かよ。話を聞いてみよう。これでどうだ。おお、え、うん、ねえ、うん、いいぞ。ところでシオン、代わりと言ってはなんだが、今度レナで流行っている衣服などを教えてくれないだろうか。なら教官と呼んでもらおうかしらね。はい、シオン教官。冗談よ。でも悪くないわね。装備は見直したか。
これで新しい料理を作ろうと思う。香辛料は私が管理しておくから。うそれにしてもあのデダイムってやつムカつくやつだったな。あいつのことはもういい。それよりこれからどうするかを決めよう。どうするったってこの国のスルドはもう逃げ出したんだし、あとはあのデダイムが何とかするんだろ。私はスルドを追いたい。私もスルドを探すべきだと思うな。漆黒の翼の人たちが勝てるとは限らないし、スルドをそのままにしておくのはやっぱりまずいよ。そうだな。それに傲慢かもしれないが、彼らよりはまだ俺たちの方が勝機があるだろう。私も同感だ。これからのこの国がどうなるにせよ、スルドが残っていては安心できないはずだ。いいのかよ、デダイムの手柄にされるんじゃないか。俺たちは壁を壊す。その後のことはあいつが何を築き上げるか次第だ。バイフォンが言っていたエストロバの森とやらに行ってみよう。ただ何にしても一息入れよう。メナンシアを出てから色々ありすぎた。どこに行くんだ？アルフェン。今は休んだ方がいい。何を焦っているんだ、シオン。変な言いがかりはやめて。部屋に戻ったらどう？シオンも戻るならな。シオン、スルドは倒す。約束は果たす。だからもっと信じて頼ってほしい、俺を。そうすると言ったら解放してくれるのかしら。ああ、もちろんだ。ゆっくり休んでくれ。なんだっていうの。じゃあ改めて行くってことでいいんだよな。あ、そのなんとかって森に。エストルバの森、しっかりしてよ。